見えてるのが超大型モンスターエアロバットよ。そう、体格は大きいけど浮きエビなどの小動物しか食べないの。飛空艦を見つけても大抵は一定の距離を保とうとするわ。こちらから仕掛けない限り攻撃してくることはない。これをペットに？まず1000万ヘクタールの土地を用意しないとね。まあそこまで大げさじゃないわ。ただこいつらの真下にいるのはおすすめしないわね。でないとヤバい液体にまみれることになるから。おやおや、発言がますますエスカレートしてるぞ。ちょっと待った、この ID まさかお父様？ちょっとお父様、これ生配信なのよ。そういうのやめてよね。どうだ、生配信で8万人相手に晒し者になる感覚は？はあ、それとよ、盛り上がってるところ悪いが、帝国の電波が届くギリギリの範囲まで来ちまってるぞ。みんなごめんなさい、まもなく帝国の魔導回線のカバー範囲を離れるわ。残念だけどしばらくのお別れよ。それじゃあまたね。さようならみんな。さようならお父様。さてと体を動かしに行くわよ。武器忘れんなよ、部屋の火。武器を忘れたみたい。とっぱらだな、帝国軍も。任務中の配信を許したな。目的地に着いたら戦闘シーンを配信しようぜ。フォロワー爆増間違いなしだ。どうかしらね、可愛い小動物が相手だったらチャンネルが封鎖されちゃうかも。
今日の訓練はここまで。随分と余裕じゃねえか。心配しないで。この。 エルザ隊長、見てないわ。グランドストーンを突破したお祝いに帝国。それは困っ。本当ですか？助かります。わかったわ。来たぜ。鉄板逃げたグーグー取り探し。 ということは、グーグー鳥を差し出せば、何か、おそらくこの子で。こいつ、かなり強力だぜ。気絶させてしまえば済むことよ。
ありがとうございました。早く処理しておきなさい。確かに。はい。どうすんだこいつ。ああ。わかればいい。エルザ少佐、至急司令室へとお越しください。どうしたのかしら。司令室へ行ってみましょう。お姉様、ま、少し…まったく…はぁ…司令室…そうですのね。はぁ、あ…羨ましいぜ。羨ましいって何が？シアラさ、あれだけ生きのいい体を欲しいままにしてやがる。ふん、私の頭上が気に食わないらしいわね。生命力に満ちた体…はっ、おいた通覚はこのボ…あいつの前の態度、ちょっとばかりおかしくないか。そう、別におかしくないわ。私、人に好かれるタイプだから。参上いたしました。何してたんだ、待ってたんだな。申し訳ございません、少々手間取りまして。まあいいんだな、席に着きなさい。はい艦長。カール教授、もう一度今回の作戦計画について説明してもらえるんだな。よかろう諸君、スクリーンを見たまえ。周知のように我々を隔てる壁は下方のアシッドフォグエリア、情報のライトニングエリア、そしてグランドストームを間に挟む天を貫く2層のリバースロックによって構成されている。今現在においてレベル9の強酸と落雷に耐える飛空機は存在、つまり我々が達成すべきは正面突破に他ならない。そのために私とライリは10年もの歳月をかけこのストーム号を完成させた。より頑丈なボディと高い機動性、そして知っての通り14年前グランドストームの突然の大爆発によりアドバンスキャニオンは、多くの証拠がアドバンスキャニオンを抜けた先に新たな世界が広がっている。カール教授、一つ話したまえ。ピアース派についてはどうお考えですか。帝国ではとある一派がリバースロックに穴を開け、彼らには別の目的があると思うがね。未だに帝国アカデミーがリバースロックの各エリアの構造と厚みを把握できていない点はさておき、一定の深さに達すると極めて高度の高いレゾナントクリスタルが続くことからも彼らの主張。なるほど。さてと、今回の任務についてはみんな十分理解。おグレーニー、あなたの任せろ。エルザ、ディスラップ了解。全速全
達成したぞ。やったー、よくやった。みんなお疲れ様なんだな。グレーニー、あなたいい腕してるわ。90点だ。大台を一つダメにした。ん？区長、右側に未確認生命体が多数接近。映像を接続します。これは図鑑には載っていないモンスターだわ。どうやらカラルの足のようね。先方からの攻撃を確認。高エネルギー源が飛来してます。全艦レベル1戦闘配置。モンスターはさなら持ちこたえてよ。敵を片付けるわよ。
壁に亀裂が入ったみたいですわ。やばいわ。早くここから逃げないと。シアラ、怪我はない？足が抜けないですわ。動かせそう？骨までは達してないから、治療魔法で応急処置しておくですわ。お姉様は先に司令室に向かってですわ。ダメ、館内にモンスターが残っているかもしれない。ここにいては危険よ。調整を続けて、肝心なとき使えなくても困りますから。はい、副長。メカニック班はストーム号の修理に必要となる材料と時間を算出。はあ、この風景に見覚えはない？いや、何にも。だが、ここの窓シアラ、そっちはどう？完全復活、ピンピンしてるで。なら、一緒にじゃ。え？なわけあるか。あれ、もしかして。
深いわね。何か予想外の発見があるかもしれない。周囲を見てくるですわ。お姉様、見てですわ。綺麗ですわ。器物破損で訴えるぞ。ごめんなさい、ごめんなさい。あれ、誰もいない。まさかさっきの声、お姉様が。この子ったら結構面白い反応するじゃない。思ったよりいい子なのかもね。もうお姉様ったらですわ。ファイヤーボールを試してみようぜ。なんて不思議な植物なんですの。Hey!
何これが見えはいですわ。かっこよくて独特。これはね、魔王なの。え、魔王。素敵なブランドですわ。ほら、ごあよ、うん、そう驚かないで。これはこいつのスキル。そう、こうやって話すのは初めてだけどよ、お前が。ああ、シアラ、落ち着いて。おね、いい加減殴るわ。なるほどですわ。それで、あなたはどこの魔王。ああ、それだかな。つまり、ま、そういえば、今私たちがいる場所は伊勢。ストップ、話が長くなったわね。いやー、好奇心いっぱいのギャルっての。この鉄の鎖で閉ざされたのや、なんだか恐ろしいものが潜んでそうですわ。してやれ。怖いですわ。噛まれたら完成する。チェン。瞬時に指定した地点にワープできる。ただし、瞬時に制限があるわ。何があっても絶対に私の半径40メートルから出ないこと。いいわね。分かったですわ。
超どでかいモンスターがいる。何ですの？見たところ話は通じなさそうね。おい、こっちに来るぞ。Ha!
キラキラしたやつ、何かの役に立ちそうだぜ。私は艦長のもとへ報告に向かうわ。やった先に船に戻ってるですわ。おかえり。詳細はこちらに。ほら、よしよし、配送がつかないで、ゆっくり食べな。なんだろう。ティアラ、聞こえる？緊急事態、モンスターが侵入してきたの。今すぐ防衛に向かって。了解ですわ。you
全部でいくらになるですの？多くに積もっても程度で不動産は買えねえだろうな。これはなんと素晴らしい。ねえねえ、試しに割って味見してみてもいい？こら、バカな真似はよしなさい。貴重な発見を。結晶の外側には驚異的な量の魔導素が含まれ、一つはバーナムの体内から、もう一つバーナム、私がそう名付けました。なるほど。カール教授、どう？知っての通り、我々の飛空艦を稼働させ続けるためのエネルギーをリアクターが、現在リアクターの外壁ダークキューブを再び点火させるには、リアしかし我々はこれまで、つまり私の計算によれば、今から魔導素あるいは魔導素鉱物の、つまりこの結晶があれば、そうだ、結晶に含まれる魔導素を検索、20個、ま、1日で2個も手に入るとなれば、この辺りではさほど希少ではないのだろう。分かったわ。とりあえずふさわしい。となれば次の目標ははっきりしたんだな、エルザ戦術。山ほどクリスタルを集め、何言ってるのよ。ナナさんよ、私がナナであなたがサン。何こそ、あ、いえ、何でもご、もしかすっとあいつ生きてっかもしんねえな。会える日が待ち遠しいぜ。ええ、そうだといいわね。さて寝るか。お姉様、朝ですわ。起きてですの。周辺の探索を続けるですの？ええ、やった！やけに嬉しそうだ。だって
け暴れてこいよ。俺様が担保になってやるぜ。相手に気づかれないように。うわ、でっけえ。さすがのお前らでもこいつは無理だろう。記念に一枚取っとくですわ。余計な真似はしないでくれる？ごめんなさいですわ。飛んでっちまったぜ。なんでそう面倒ばかり起こすの？また何かしでかしたら次は本当に置いていくわよ。また追い出したらお尻ペンペンだぞ。
し言われたくらいで泣かないで。どんなメンタルしてるの、まったく。今は任務中なのよ。ほら、チョコレート。これで元気出しなさい。わあ、チョコレート、やったでしょ。所詮はお子ちゃまだぜ。獲物が来たわ。集中して。はい、ですわ。